第264回クヤの今これを買え。はい、どうもビッグマジックのドラトロです。今週末は年末最後のビッグイベント MMM ファイナルズとエターナルパーティー、2023年のモダンレガシーの総決算でどんなデッキが活躍するのか非常に楽しみです。そしてラベニカリマスターでの大規模再録を控えた今だからこそ非再録カードの値上がりには注意したいとこ、ということで本日もビッグ M のラインコンテンツクーヤンの今これを買いからこちらの4枚をご紹介していきます。それでは行ってみましょう。分派の説教者、最新セットイクサラン失われし洞窟からこの1枚、24というサイズに加えて摂氏まで所持、さらに他にも能力てんこ盛りで最近のレアらしく非常に強力なカードですね。リミテッドで出されて泣くほど強かったのですが、構築でも最近ガンガン使われています。スタンダードでの活躍がメインですが、全然下環境でもいけそうなスペックですし、人気部族の吸血鬼ということで今後もしばらくは需要がありそうな気がします。というわけでまだまだ安い今のうちに4枚揃えておきましょう。リザーブルームの命令、ストリックスヘイブン魔法学院からこの1枚、もともとはパイオニアのアブザンパルヘリオンコンボで使われていましたが、ここに来てレガシーの豆の木デッキでも採用されだしたため需要増。ストリックスヘイブン自体があまり人気のなかったエキスパンションということもあって、市場からなくなるとなかなか見つけるのが大変、今のうちにささっと買っておくのがベストです。特に英語版で集めている人は急いだ方がいい。とりあえず4枚揃えておけ。罪罰ディセンションからこの1枚、やっと再録かと思っていたのですが、ラブニカリマスターで再録漏れしてしまったためついに17年間再録されていないことに。今現役バリバリというわけではないですが、時々モダンのサイドボードなんかでは見かけますし、このカードにしかできない動きも結構あるので、再録がない限りはじわじわ上がっていく一方でしょう。最近は突然ザリスト枠やシークレットエアでの再録もあるため、もちろん油断は禁物ですが、それでも初版は強い。とりあえず持ってなくて気になっていた人は早めに必要分だけでも揃えておくのが良いでしょう。今これを買え。今日のおまけは実は引かれた高いカード、不定期で紹介しているノーマルとフォイルの価格の差がすごいカードたちの紹介です。基本的には英語版ですが、日本語版が同様の場合もあります。そんな今日のおまけカードはケデレクトの寄生魔、ボンフラックスに収録されているクリーチャーですね。地獄界の夢のような能力を内蔵しています。長らくあまり活躍できずにいたのでものすごく安いカードだったのですが、囚われの黒幕オブン憎しい質が出たあたりから統率した需要が爆上がり、海外で人気急上昇。ホイールでなくとも日本語版と英語版でかなり値段差があるのですが、ホイール版になるとさらに顕著に。ビッグ M ではフォイル、ノンフォイルともに高価買取中ですね。ぜひ一度チェックしてみてください。今日紹介したのはこちらのカードになります。再録漏れ、嫌な響きの言葉ではありますが、なるべく敏感になっておけば後悔を減らすことはできるので、その辺はうまく立ち回っていきたいですね。ラブニカニオマスターはアニメイラストや旧枠版などもあるので、そういった方面からも注目です。本日の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録・高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。